まず自己紹介させていただきます。私は2010年3月に、東京からこのコロンバスに来ました。もともとは、駐在で行っていた主人、ミシガンの会社から駐在員として、東京に、行かされた主人と一緒に東京で住んでおり、うちの上の子は東京江戸川区で生まれました。リーマンショックがあって首が切られ、職がなくなり会社から帰ってこいと言われまして、私はあの息子を通わせてた保育園が2人のお気に入りだったもので一人で帰ってちょうだいよと言いました。で一人で帰ってもらってまたあの駐在の職でも見つけて東京に帰ってきてくださいと言ったんですが、なかなかその頃車の業界厳しくて、まあ、他の業界もそうかもしれないですけど、職が見つからないうちに1年経ってしまいました。うちの息子も2歳だったのでスカイプだけで話すお父さんもどうかなと思い、その時に、就職口があった、コロンバスで、ホンダさんに向けて自動車のパーツを売ってこいという営業の職がうちの主人に見つかりましたの で、 で彼が一人でオハイオに来ました。で私ももうしょうがないからじゃ あの行きますよと言って、どこだか知らない初めてのオハイオ州コロンバスっていうところに来てみました。で来てみたところ、私今まで、大学を卒業しても自分で会社を始めたりとかして就職をしたことがないので、会社に働こうという考えはなく、どうやったらお金を稼いでいかれるんだろうというふうに頭が動くもので、私はあのここのクリントンビルってところに住んでるんですけど、オハイオ州立大学の、北2マイルのところにいます。で本田さんがあるとかいうことは全然知らなくて、なんか主人がここに来たのになんで考えなかったのかよくわかんないんですけど、まあ、とにかく自分の目の前にあるのはオハイオ州立大学で、全米でも、生徒数2位3位を誇るマンモス校だということを知りました。だったら学生がいっぱいいるんだろうと思い、私もそこそこに英語が話せるんですけど、なんでかというと大学の時に1年間カリフォルニアのロサンゼルスに学生で、留学したことがありました。その時に自分も、アメリカの家族に、のところに住んでホームステイをしていたもので、その、経験がやっぱりものすごく大きかったなと思うので、だったら自分もホームステイ の、あのホストをやればいいかなと思っていろいろネットで探したんですけど、コロンバスでホストファミリーをやっているところなんて一切見つからなかったんですね。でもホームステイ .com っていうサイトが見つかって、そこにやっぱりオハイオ州コロンバスってあるんですけど、どこも誰もあのホストファミリーにあの学生募集してますってなってなかったので、そうかと思って、あのうちの主人ゲイリーというんですが、ゲイリー&アキコルッキンフォアあのインターナショナルスチューデントと言って、最初に広告を載せてみました。どのくらいか分かんないので相場が、その当時うちも、寝室が2つある家を借りてたんですけど、1つの寝室を例えばと思い450ドルで出してみたんですね。そしたらば1週間もしないうちにリビアの学生さんが住みたいよって言って見に来てくれて、うちの主人のコンピューターがあった1部屋からコンピューターをリビングに移して入居してもらいました。でも1週間ちょっと早かったか、450ドル安いんだなと思ったんですよね。でじゃあ今度500にしてと思って500ドルにしてそのホームステイを探している広告を残してみました。そしたらまた1週間したら今度はインドネシアの女の子が入居したり、うちの主人にこのベッドさ地下に移してもいいよねって言って、私たちが寝てた寝室を、地下に移し、でそのもう一人の生徒さん入れました。その当時その一軒家我が家950ドルで借りてたので450ドルの学生さんと500ドルの学生さんでチャラなでもまた1週間で来ちゃった、まだ安かったんだと思って、ちょっと私興味本位でこれ以上貸すことはできないんですけど550ドルでまた出してみました。そしたらすぐにまたサウジアラビアの学生から入居したい入ったんですね。でまあさすがにそれはあの
ベッドルーム今ないからごめんねって言って断ったんですけども、うちの主人にちょっとこれ機械喪失だよね、もうちょっと大きい家に住まないとって言って、そしたらその次の日うちの主人が朝のジョギングから帰ってきて、あ、結構あそこにフォーセールのサインが出てた、家見に行こうって言って、まだそれ私リアルターになる前ですけど家見に行きました。そしたらデュプレックスっていう作りの2世帯住宅で、上と下で区切ると2世帯住宅になってるんですね。で、下はワンベッドルームでキッチンとリビングがあって、上はまた別に4部屋あって、キッチンとお風呂と、ダイニングが別にあるんです。あ、ここだったら4人学生入れて下に私たちが住めばいいかなと思って購入しました。購入してもらいました、その主人。で、4部屋すぐに埋まっちゃったんですね。で、また50ドルずつ上げてみました。まあ、ここが限界値っていうところまで上げていきました。で、その後も、その夏、2011年の夏に、ずっとずっとそのホームステイファインダーのところに上げておくと、結果、学生さん10人断らなきゃいけなくて、これはもったいないなと思って、皆さんだったらどうします？また投資して大きい家に住む、うん、でも基本ホームステイの生徒さんって家族と一緒に住むだから、その人だけが勝手に住むわけにいかないじゃないですか。どうします？さすがにもうこれ以上大きい家には住みたくなかったので、掃除も大変だし、なので他に自分の近くのアメリカ人の家に行って、一部屋空いてないみたいな話をして、大抵一部屋ぐらい空いてるじゃないですか、どこの家も。で、アメリカ人の方たちをローカルの勧誘して、次の生徒が来たらその家に入れるっていうことをやり始めました。そうしたら、うちの弁護士のチャールズが、アキコ You stepped into the gray zone っていうんですね。で、何がグレーゾーンなのっていうと、君は別に仲介師の仕事はしてないと。でも人の住まいをコーディネートして、そこから出来高を上げているだろうと。だから今はうまくいってるからいいけど、何かそこで問題が起こった時に必ず相手の弁護士はそこをつついてくると。だからそこを埋めなさいって言って名刺を3枚くれたと。これが僕が付き合いがあるアメリカ のここのエリアの仲介師なので、その人たちとアフィリエイトを組みなさいっていうんですね。わかりました。で、私その3人に電話をかけて会いに行きました。で、こういうことやってるんだけどって言っても、それぞれの人ははぁみたいな感じで、リアルタイムになりたいのみたいな、全然わけがわかんないので、と思い、また旦那にダメだ、これはダメだから私自分で資格取るわって言って、勉強を始め、勉強をして2011年の4月に、不動産仲介士の資格を取りました。なので不動産仲介を日本でしてたわけでもなく、不動産仲介をしようと思ってアメリカに来たわけでもなく、なんとなくそんな都合上不動産仲介士になってしまいました。で、そのまま、順調にホームステイをやっていくのかなと思ったら、一番最初に入ったコードウェルバーカーというブローカーに、トレーニングがあって、8週間ぐらいトレーニングがあるんですね。で、毎日毎日15分間テレフォンタイムっていうのがあり、いきなりこう電話の前に座らされて、15分間誰かに、はい、マイネームイズアキコ、これから不動産の資格を取ったので不動産仲介士になりましたと、あなたの知り合いで90日以内に誰か家を売ろうと思ってたり買おうと思ってたりする人はいませんかっていうのをかけさせるんですよね。で、そんなこと言われても、私アメリカに来たばっかりだから知り合いゼロ、知ってるのはうちの旦那と、家に何か修理に来てくれたデイブっていうおじさんと、あとその弁護士のチャールズしか知らないわけですよ。でもみんなここの土地の人だし、15分間電話してるわけです、友達とか昔のコワーカーに。なので私も電話しなきゃならないので、その3人にぐる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 電話してるんですけど、さすがに毎日電話するの厳しいですよね。それで、そうだ、英語だとバレちゃうからな、誰に電話してるのって思って、そうだ、そもそもなんでうちの旦那ってここに来たんだっけって思って、旦那に電話して、
地元にある日系企業の名前をちょうだいよ、あともし知ってるんだったら電話番号ちょうだいよって言って電話をかけ始めました。でそれをすると同時に、こっちに来た時にホームステイをしているのと一緒に、通訳の、エージェントっていうのがあって、そこに登録していて、もしかしたら皆さんも病院に行ったりとかする時に日本人の通訳の方つきますよね。あれを派遣しているところに私も登録していたので、そこそこで病院でここに来る日本人の方にお会いすることがあったんですね。それでその人たちに、どうやって家探したんですか、どこに住んでるんですかって聞くと、みんな同じようなところに住んでいるのが分かり、ただしほとんどの人は持ち家じゃなくてみんな賃貸だということが分かりました。で、なんで賃貸してるのかなってお伺いすると、みんな、いや実はここに長く住んでるっていうか地元の人ではなくて日本の会社から送られた駐在員ということが分かりました。で、その駐在員の方たちに賃貸ってことは、あ、そんなにお金にならないからやっぱりこのまんまホームステイやってればいいんだなと思ったんですけど、さっきと一緒にちょっともう一言私聞いてみたくなったので、ところでどうやってお家探したんですかって聞くと、いや、土地には日本語がしゃべれる日本人の駐在士がいるのでその人にお家を探してもらいましたと。で、あのただなんだと、あ、じゃあただだったら私そこに入ってもお金儲けにならないしやっても意味がないなと思って、あ、またやっぱりホームステイかなと思ったんですけど、もう一言、それでその仲介師さんのサービスはどうでしたかってお伺いしたところ、いや実はね宮本さんって言っていろいろな話が出てきました。なぜかというと、その人たちはただなので大家さんに雇われて日本人の駐在員の方を入れるんですけども、入れたところでお仕事終わりなんですよね。でも駐在員の方からしたら、お家に入った後に水道の蛇口から水が漏れて困るとか、トイレが漏れて困るとか、嵐が来てサイディングが剥げちゃったよとか木が倒れちゃったよっていうことがこう随時随時起こってきて、その時に大家さんに自分の家じゃないからこういうことが起こったけど直してくれる、これ直していいのみたいなやり取りをしようと思うと、なかなか大家さんとやり取りがスムーズにいかない。その時にやっぱり日本語が通じる仲介士の人に電話をしてみて助けてくださいと電話をすると、それは申し訳ないけど私の仕事じゃないからちゃんと切られるっていうんですよね。で、まあ切られるっていうのはそもそもね、日本は仲介士っていうのは大家さんと賃貸人の間にいて仲介をしますけど、アメリカの場合は、弁護士みたいな、あの被告人とあのそれぞれの立場を弁護するので、ただっていうことはあなたの仲介士じゃなくて大家さんの仲介士だから、大家さん的にあなたを入れた瞬間にお仕事ごめんなさいで終わると、その人いくら日本人で日本語を喋っていたとしてもテナント側の代弁をしている仲介士のテナントの仲介士ではないんですよって話をしました。分かったよ宮本さん、それは分かるけどね、でも実際困ってる私はどうするのっていう話になり、あ、そうなんですか、じゃあどういう仲介をしてあげたらいいのかっていうと、入居してから退去するまでずっと大家さんとのやり取りもやってくれて、退去するときに保証金が返ってくる、そんなような仲介をしてほしい、分かった、でもそういうことってなると私はあなたからお金もらうことになりますけど、それはいいんですかと、それはいいですと、日本だって1ヶ月分の仲介料を払って賃貸物件に私は入っていたのでそれは問題ないですって言って仲介が始まりました、はい、でこんな感じで、始まり、今その2012年に、たくさんの日本の駐在員の方が来たために、テナント側の仲介をしてほしいっていうお客さんはいっぱいいたにもかかわらず、お家が足りなかったんですね。それで、お家が足りなかったので、その時来られた駐在の方は2ヶ月後に奥さんと高校生の娘さんが来る。で、会社で聞くとコフマン高校っていうところが日本人に慣れてるので絶対そこに入りたい。で、私もそのお家をコフマン高校のあたりで調べてみたんですけど、賃貸物件がそもそもなかったんですね。
でそのなかった賃貸物件をどうしようかなと思って、仲介士になっていたので売り物件のデータベースを見ることができるんです。そしたら売り物件が出ていたので、まあ、この後どうしようかちょっと分からなかったんですけど、とりあえず見に行こうかって言って売り物件に連れてきました。そしたらずっとずっと賃貸になっている物件と違って売り物件ってやっぱり高く売ろうと思っているので、大家さんも自分が住んでいる間にリノベーションをしたりとか売るために壁の塗り直しをしたりとかして、やっぱり見た目がいいので、あ、根本さんここがいいですよって言っていただきました。ここまでは良かったんですけど、売り物件入りたい賃貸人がいる、この後どうしたらいいですか。どうしようと思いました。でその時にもう一個、あ、そういえば昔うちの旦那のお客さんだと言っていたアメリカ人が、いや、アキコ、その時は仲介資格がなかったのでそんなこと思ってもみたい、日本人がね、この辺たくさん住んでるから日本人に長期に貸せる物件に投資をして大家さんになりたいんだよって話をしてたことを思い出し、その場で旦那に電話をかけ、ね、トムの電話番号を教えてもらえるって言って、その言ってたトムさんに電話をしたら、その場で分かったって言ってきてくれて、そのお家を見に行くことにしました。で、私その大家さんになるかもしれないトムさんにお家を見せながら、その、日本人の駐在員の人にも大家さんになる人がいるかもしれないからちょっと下に来てで一緒に会わせて、そしたらその場で大家さんがいいよ、このお家買ってもいいよって言ってくださったので、そのお家を購入してもらい、だいたいクロージングに30日ぐらいかかるんですけど、30日後にクロージングして引き渡したところにそのテナントさんに入っていただきました。という仲介を2012年の6月に1件目初めてしました。それが今そもそもの日本語でコロンバスの一番の成り立ちの始まりで、綺麗な、売り物件に賃貸で入りませんかっていう、歌い文句の私たちの専門の、ビジネスが始まりました。ちょっと長くなりましたので、皆さんに、簡単な自己紹介と、それからここに何を聞きに来たか教えていただけませんでしょうか。はい、匿名じゃないですか。匿名大丈夫ですか。まあ、ちょっとまあ、いただいたメールで魅力的な講師の今書かれていたので、まあ、どういうものかっていうのを知るために、はい、わかりました。よろしくお願いします。というよりも、まあ、美穂さんとは偶然に日本で生まれた病院と住んでるところ一緒だったんですそれで長く話して、まあ、今回はやっぱり投資、まあ、投資を、ね、考えて、それでこのメールを見て、皆様のメールを興味が出てきました。ありがとうございます。そうですね、日本で不動産投資するよりはアメリカで投資しようと思っていて、まあ、そのきっかけ作りに今回参加させていただいています。はい、そのところです。よろしくお願いします。はい、あまり深く考えてきたわけじゃないんですけど、まあ、なんか知らないことなので、なんか何かしらの勉強になるかなと思ってそれができました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめまして、リサです。コロンバスすごい今、コロンバスというよりもダブリンが今すごい、ね、いろいろ栄えてきてるので、ちょっと不動産興味があるし、機会になりました。よろしくお願いします。妻が日本語でコロンバスでもお世話になってます。私も今どういう立場で参加していいかなと思うんですけど、皆さんにとっていいセミナーになればいいなと思います。ありがとうございます。妻がお世話になってるんですけど、僕の場合はちょっと将来は老後の資金をどう動かそうかと、そうそう考えようと思います。
参考になればありがとうございます。現時点で不動産投資は現実的ではないんですけども、私個人は不動産すごく好きで、広告とかネットの広告とかも見ていろいろ分析するのがすごく好きで、今日はもう本当に興味でやりました。ありがとうございます。家族も不動産投資、アメリカでも不動産投資、どうもしそうかなと思ったんで。日本で少しやっていまして、でこっち駐在してはアメリカでは結構不利やってるんですね。どうやりたいなと。やり方がわからんが、でも聞いたらこの話が来たんで、はい、ありがとうございます。はい、まあ、駐在来て2年弱なんですけど、大家さんといろいろ関わりがあって、あの周囲でなんだっていうすごく話すことがあるんですけど、大家さんがですね、同じ会社の昔 OB だったっていうことがあったり、でかつその方はですね、3件、4件くらい持ってるみたいなので、随分といい暮らしをしていて、でまあ、家賃も高いしですね、はい、それからまあ、今、もう本当身近なところでしか分からないですけど、物件の価格が上がってるっていうところで、その数字的に見ると、プラス面しか見えないんですね。でただ、まあ、その唯一の不安を払拭したいと思ってきたんですけど、もしやるとした場合、はいはい、まあ、いずれもう2、3年で帰ると思って、帰ってから不動産なので20年、30年という付き合いを、はい、まあ、その物件をすることになると思って、うん、日本に帰ってから、どういうふうに取り回しをする、その不安がどこまで消すことができるかっていうのは、もう聞きたいなと思います、はい。ありがとうございます。梶原と申します。実際私、宮本さん経由の不動産投資していただいているところを貸していただいているので、その仕組みに興味を持ちました。よろしくお願いします。はじめまして、私は岸永と申します。宮本さんとは普段から地元の付き合いというのでお付き合いさせていただいてまして、私立ち位置としては、ダウンタウンの会計事務所で税務の仕事をしてますので、その、まあ、関係上は皆さんにそうしていますか、税金のアドバイスだったり、こういう形で、情報を渡していければということでどうですかとちょっとさせていただきます。ただ私もすごい興味があってですね、もともとオハイオは4、5年なんですけど、その前ニュージャージーに住まいされてまして、昔そこにはどんどん買ってたので、貸してる状態なんですね。なので、まあ、それをこうオハイオとか、そういうのに興味があって、なかなかこういう機会に参加できたりしました。なんか全く興味も関心もなかったんですけど、いろいろとやり取りさせていただいて、まあ、日本人の方が興味を持つまで、あとその不動産自体の不動産が高い、であと、まあ、サイトでその価格の推移の中でプレートとかビデオを見ていただいて、すごく見上がりが高いと思います。何かその間にもしかすると不動産があるんじゃないかなという、まあ、興味を持っていただいて、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、その私たちがさせていただいている、駐在員の方に向けた賃貸物件の、投資の仕組み、それから、そもそも不動産に投資するってどういうことって今日本でやられている方がおっしゃられおられますけど、日本で投資するのとアメリカで投資することの違い、それから具体的に、駐在の方が入られた物件を例にとって、いくらの、収入があって、いくらの経費がかかって、
でいくら手持ちに残ってローンを組んだらどのくらいの支払いが発生して、そもそも購入するときにはいくらの自己資金を持っていかなきゃならないのかっていうのを具体的な物件でご紹介させていただきたいと思います。でその後にすでに皆さんからいただいているご質問がいくつかありまして、なんで駐在の今がチャンスだっていうのかとか、利益は具体的にどのくらいあるの、初期の費用はどのくらい必要なのか、お家はどうやって選ぶのか、物件の管理はどうすればいいのか、今おっしゃっていただきましたけど帰国後はどうなってしまうんだと、そういう話を、そういう質問にも最終的に答えていきたいと思います。で今回来ていただいていらっしゃる皆さんもそのお話を聞いていただいた後、さらにもっと質問があればQ&A の機会を設けたいと思っておりますので、手を挙げていただければと思います。ここまでで質問ありますか？大丈夫。まずここ、コロンバス、ダブリンという地域は中西部で第2位に日本人が多く住む地域です。第1位はミシガン州のドバイ州だそうです。でこのダブリンっていうのはどういう場所にあたるのかって言いますと、だいたい地元の方々の平均収入が1200万ドルぐらいの地域です。家の購入金額はというと30万から40万ぐらいでお家が買えます。つまり普通は定住があれば購入するのが当たり前の地域なんです。そんな中、皆さんのように日本の会社から駐在員としてこちらに仕事で来られた方たちは、確か1990年ぐらいまでは購入できたんですよね、名倉さん。昔は駐在の方もこちらに来てお家を買って駐在期間住まわれて帰るときに売るなり、次の駐在の方に貸すなりして帰っていったっていうお話を私も聞いています。でもなぜだかその1990年ぐらいにそれはダメっていうことになって、それからは賃貸物件に住まなきゃならないという状況が発生しました。ですのでもともとは実需の市場なので、急に賃貸したいよって言われてもそもそも賃貸住宅自体がありませんでした。ですのでさっきの私の話でもありますけれども、アメリカに来ました、5年の駐在期間があります、だいたい会社ではこのぐらいで賃貸を探せと言われているんですけれども、子どもも何歳と何歳なので学校この辺の学校に行きたいんですけどっていうリクエストがあっても、そもそも賃貸物件がある時もあればない時もある。そういう中で安定して駐在員の方に住宅を提供しようと思った私は、物件がないときは売り物件をご案内するようになりました。で1軒目はああいうふうに苦労しましたけれども、こういうふうに私が、駐在員の人に向けて、賃貸物件をご案内してるんだよということを地元の方にお話をすると、かなり先ほどもおっしゃっていましたけれども、地元の人でお家を買って駐在の人に貸したいっていう、そういうニーズはもともと潜在的にあったようで、私がこういうことを始めてみたらば、かなりの方が向こうから問い合わせをしてきて、日本人向けにテナントつけてくれるんだったら買ってもいいよって方がたくさんおられ、そんな中で、駐在の方が来られたらばお家をご案内して、売り物件を見ていただいて、あ、ここに住みたいよって言われた段階で投資家、現地の方から始まったんですけれども、投資家の方に購入していただいて、30日ぐらいでクロージングをして、そのクロージングした物件に、引き渡しが終わったところでお掃除や、テナントさんにご購入の時に購入期の時に約束した、例えば天井の照明をつけるだとか、壊れているブラインドを直すだとかしてご入居してもらうというような売り物件の賃貸展開っていうシステムを2012年から始めて8年目に入ろうとしています。
駐在員の方に家を貸す魅力っていうのはどういうことかっていうことを見ていきたいと思います。さっきも言いましたように、普通の方は定住があればお家を購入されます。なんでかっていうと、自分で買った方が、ローンの支払いより家賃の方が安いからです。で、地元の人でもお家を借りている方っていうのはいなくはありません。で、私たちもこう賃貸物件をこうリースって出していますから、地元の方からもお問い合わせが来ます。で、その人たちにも同じように、こちらでももし条件が合えば賃貸としてテナントさんに入っていただくことができるんですけれども、その場合、バックグラウンドチェックっていうのが普通は義務付けられています。皆さんも本当はバックグラウンドチェックっていうのがソーシャルセキュリティ番号があれば行われます。ソーシャルセキュリティ番号っていうのはそこに、賃貸履歴であるとか滞納履歴であるとか、例えば病院の支払いが滞納してるとか犯罪履歴とか全部載るもので、現地の人がっていう言い方はおかしいんですけど、ソーシャルセキュリティ番号を持っている方がテナントさんとして申し込んでくると、リアルターとして最初にやることはその番号を、機関に渡します。そうするとその人の今までの過去歴がさーって出てくるんですよね。そうすると皆さんもご存知のように、一般的なテナントさんっていうのはアメリカで雇用されている方なので、絶対に就職がなくならないよっていう保証を持っていないわけで、で、家賃って自分の収入の中の一番大きな支出の部分になるので、必ずしも地元のテナントさんに貸したからって、テナントが決まったからって毎月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 同じ日に家賃が入ってくるっていうわけではないんですね。まあそういう場合もあるよっていう感じで、それに対して駐在員の方は会社から送られてきている。それから、駐在の給料以外に会社から、家賃補助というものが出ているので、普通は駐在員の人をテナントさんに入れると、じゃあ1日までに払ってくださいって言ったら、それより早く確実に毎月家賃が入ってくる。なので大家さんとしたら必ず定住が見込めるという利点がまず一番です。投資家になりたいっていう人のセミナーを現地の人に私がするときは、まず大家さんの仕事の8割は同じ日に必ず決まって家賃をもらうこと、これ以外の何物でもありませんって話をします。もちろん水道が漏れるとか屋根が突っ飛んだとかそういうことはあるけれども、収入が入ってきてたらそんなことはいくらでも対応ができる。でもそもそも家賃滞納されたらどうします？ということなので、お家に投資しますっていう興味がある方がおられるけれども、まずは定住が入りますか入りませんかっていうことが第一条件だと思ってください。そんな中で駐在員がテナントに入るってことは、その大家さんと業の8割を達成してしまった、そんなことになるんですね。それからそれ以外にも駐在の方をテナントに迎える、利点はあります。例えば、一般的な話になりますけど、家をきれいに使ってくれる、それは靴を脱いでくれたりとすることもありますし、会社の仕事で来ているのでそこそこ悪いことはしないですよね。で、またこちらも日本人であってあちらも日本人なので、こういうことはしないだろうっていう、そのあたりのこうコモンセンスというか常識が合ってるという意味でも、おそらく家をきれいに使ってくれるっていうのはあるんだと思います。で、家をきれいに使ってくれるっていうことは、テナントさんが出た後に補修経費っていうのがかかりますので、そのメンテナンス費用が低く済むっていう大きなメリットがあります。それから駐在の方は大抵この辺りですと平均不妊期間が3年から5年になってます。ラッキーだともっと長くいてくれる人もいますし、たまにはすぐ帰っちゃう人もいますが、平均すると私たちの経験では3年から5年で皆さん長期の賃貸契約をしてくれます。そうするとさっきも言ったように、お家に毎月家賃が入ってくるっていうことが8割の心配事なので、
3年から5年の間空き室の心配がないっていうのは駐在の方を入れる大きなメリットになります。それから、まああれですね、日本と比べるとの話になってしまいますけど、さっき日本っておっしゃってましたよね。日本の場合は普通は、10年でしたっけ、建物が10年ぐらい経過すると家賃下がっていくんですよね。あの日本人ってやっぱり新しいお家に住みたいっていう感覚があるので、なので普通賃貸をしますよって言った時にはその、どのくらいのリターンがあるのかな、どのくらいの利益があるのかなっていう計算の中に、この建物が10年を経過した時に家賃が今は10万円取れてるけどもしかしたら8万円になっちゃうかもしれないよっていう計算を入れなきゃ入れな、ならないのに対して、反対にアメリカの場合は皆さんがご存知のように基本的に毎年毎年インフレで物価が上がっていくので家賃も上がっていきます。という意味では物件は購入した時は購入した価格で、例えば30万なら30万で固定した価格で買ったのにもかかわらず、今年は2300で貸しているけれども5年後にはそれが2500になるかもしれないし、10年後には3000ドルで貸しているかもしれないって言って家賃が上がっていくっていうことはアメリカで不動産を貸す大きなメリットの一つだと思います。これはあのごめんなさい、ここに書いちゃったけど、それは駐在員だから駐在員じゃないからってこととは関係ありません。物価が上がっていくと家賃が上がっていくのがアメリカの不動産です。で、定年とは関係なくそこの場所がそこの家がどのくらい好ましいかっていうことによって家賃は上がってきます。で、家賃が上がっていくので仕方なく皆さんの会社も、社内補助を上げていってくださってるような形仕組みになっているはずです。で、まあ、あの大家さんがとてもその賃貸人の方を対応を良くしていただくと、中には購入者が来るからまた同じ家にあの住まわせてくださいみたいな、駐在の方だとそんな可能性もある。ここまでで質問ありますか？大丈夫ですか？で、駐在員にお家を貸す利点が分かったところで不動産を資産として持った方がいい理由を見ていきたいと思います。人生100年時代と言われる今、100歳までの生活をどこに担保しますか？皆さん貯金をされていたりとか株式を持たれていたりとか、厚生年金があったりとかすると思うんですけれども、私の、両親、私一人っ子なので、私の両親で、体験した例をちょっとお話しさせてください。うちの父と母は、東京に2人で住んでいました。私あの、アメリカに出てきてしまったので。で、私、電話をしている上では気がつかなかったんですけど、ある時、2人が認知症になっていることが分かりました。で、認知症になっていて、あきちゃん、大変なことになってるから、ちょっと帰ってきておいで。で、おばさんに言われ、東京の元実家に、実家に帰ったところ、こんなことになってました。うちの父その時90歳だったんですけど、もともとはうちの父税理士で母 と、従業員で会計事務所をやってました。で、そんなもんで結構自分の髪の毛も、2週間に一遍床屋に借りに行くとか、ワイシャツも、全部ドライクリーニングとかそんな生活で来たので、リタイアした後も自分がそういう生活レベルでなくなった、収入レベルでなくなったことを理解せずにずっとそれを使い続けてきてたんですね。で、食事に関しても食べたいなと思ったらどこかに食べに行ってしまったりとかって言って、預金通帳を開けてみたら100何十万しか残ってなかったで、100何十万のところで私が東京に帰りました。で、その時に私の母も、一緒に住んでたんですけど、うちの母はうちの母で別に預金を持っていたので、そっちを見たらそっちはそこそこ残ってたので、それをベースに、老人ホームに入れられるぐらいのお金はありました。うちの父の方は一
一時金が払えないくらいですよね、100何万しかないと。なので仕方がないので、私が育ったマンションを、後見人の弁護士さんに、お願いして売却して、その売却したお金でやっと施設に入りました。で、私が一人っ子で後見人になれないものですから、認知症になっちゃうと自分で自分の財産が管理できない。そうすると後見人の先生を、裁判所が、認めた、弁護士さんとしてつけることができるんですね。で、私紹介してもらった弁護士さんを後見人につけたんですけれども、つけたがために、例えばうちの母が何とかが買いたいよとか、カーテンが綺麗なのにしたいよっていうたびに、いち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 文句がつく。それちょっと高くないですかとか、それはどうなんだとか。で、うちの母も認知症はあっても私は孫に会いたいのに、会いたいので、いや、アメリカから来たらお金がかかるから、例えば、飛行機代を出したりとか、来た時のホテル代を出すから、もっとしょっちゅう会いに来てよって言って申請しても、それもどうなんだろうねみたいなことを言われてしまって、つまり貯金として持っていたとしても使いそびれちゃったパターンがうちの母で、もう自分の意思では使えなくなっちゃったんですね。で、貯金として持ってたけど認知症になってしまったために、あのままでいたら多分、結局うちの父、あとその2年後に他界するんですけど、あそこでおばさんが「あきちゃん帰ってきて」って言ってくれなかったら、こう路頭に迷っていた可能性があり、つまり貯金とか株式とか切り崩しのものっていつ人生が終わるかわからないから、結局のところ上手に使えなかったりとか、怖くて使えないっていうパターンもあるかもしれないし、知らないうちに足りなくなっちゃったっていうこともあるんだなっていう体験を自分の両親でしました。で、ここにいらっしゃる皆さんは、会社に働いておられるので、おそらく、私の父や母みたいな、国民年金と違って厚生年金というものがもう少し厚くもらえることになっていると思うので、そこで生活は賄えていかれるのかもしれないですけれども、でも皆さんの会社が皆さんの老後をずっと見てくれるまでずっと存在するのかっていうと、今だんだん分からなくなってきてしまいましたよね。なので、そうなった時に本当にじゃあ会社の厚生年金って死ぬまで支給されるんですか、そんな不安が、皆さんにもあるような残念ながら時代になってきてしまいました。もしそうだとすると、まあ年金がゼロになることはないかもしれない、だけれどもそれ以外にもう少し自分が安定した安心な暮らしができる、収入をそれまでに確保していくのにはどうしたらいいんだろうっていう話になります。その時に不動産の家賃収入があって、それが自分の年金と一緒にもらえたら、こう年金だけに頼っていないので、もう少し自分としても安心した暮らしが送れないのかな。不動産を所有してそこから生まれる家賃収入で生活費用を賄えたらどうでしょう。不動産は経年と同時に手を入れていく必要はありますけれども、使って目減りしていくものではありません。それなのに、さっき言ったように家賃はアメリカでは物価が上昇すれば一緒に上がっていきます。で、じゃあどういうふうに、不動産を所有するって意味があるのかなっていうのを次に見ていきたいと思います。不動産を所有するベネフィットとしては、大きく3つ考えられます。1つ目は家賃収入、2つ目はキャピタルゲイン、相続、3つ目は節税効果で、具体的にじゃあこの家賃収入がどういうものだとか、キャピタルゲインってどのくらいあるのかなとか、節税効果ってどういうものなんですかっていうのを、12月って書いてあるんだけど、12月じゃなくて去年の8月かな、8月に、駐在の方が来られて、このお家がいいよって言ってくださったお家が具体的にあるんですけど、ここに住んでおられる方いないこのお家、駐在の方が選んでいただいて、大家さんになる人をこちらの方で、探して、
買っていただいてご入居していただいた物件で見ていきたいと思います。この駐在の方の会社の、規定で、家賃が1ヶ月2400で、ここの小学校っていうところの指定がありましたので、このお家を最終的に2、3件見ていただいた後にここがいいですよって言って選んでいただきました。家賃2400、12でかけると年間$28,800の家賃収入があることになります。まあ、家賃って言ってもそこからは、経費がかかるので、ざっとこのお家の場合ですと経費として固定資産税が$7,546かかります。それ以外に、お家の保険、ホームオーナーズインシュランスっていうんですけど、日本語に訳せば、まあ、火災保険みたいなもので、それが年間$736。それからこの大家さん、自分では昼間はお仕事、商売をされている方なので、私たちが物件を管理していますので、物件の管理費が$2,304かかります。ここには修繕費入っていませんけれども、基本的に売り物件って購入して契約に入ったらば家の検査があります。で、家の検査で何か問題が起こった時にはある場合には、通常は買い手さんが売り手さんにこことこことことことここ直してね、そしたらこのまま契約継続するよみたいな形で購入しますので、売り物件を購入するときには基本的には何かの問題があって購入するっていう場合は少ないです。というか、私たちが、仲介させていただく投資物件の大家さんになる人には、こことこことここは直してもらわなかったらこの物件取りましょうねみたいな言い方をします。ですので、ご入居いただくときは何も問題ない状態で、テナントさんを迎えられるような状態で契約に入りクロージングしますので、すぐには、経費として、何かの修繕が発生するようなことはない状態では購入しますけれども、ただ物件っていうのは、何かがあれば経年で壊れていくものがあるので、私たちとしては基本的に家賃の 10% ぐらいを目安に、自分で収入として使ってしまわないで貯めていってくださいねっていうような言い方をしています。そうしますと、家賃が$28,800で年間の総合経費が$15,86かかりますので、年間の純利益としては$18,214ある物件、投資物件となりました。次にキャピタルゲインなんですけれども、普通アメリカ全米平均だと1年に、物件の価格が4から5% ずつ上がっていくって言われます。でも不動産はものすごく、地域によって、変動がありますので、じゃあ実際にこの駐在の人が入った皆さんが住んでるこのダブリンのお家だと今までどういう値上がりをしてきたのかなっていうのを見た方が現実的かなと思って、フランクリンカウンティ、フランクリン郡っていうところにここ属しているんですけども、そこのオンラインに行くとこの物件が、歴代いくらで取引をされたかっていうのが、調べることができます。で、それによるとキャピタルゲインを下見てほしいんですけど、過去取引価格、もともとこの家1985年に建ちました。建った時に初代のオーナーさんは$132,200で購入しています。その後、19年間ここにお住まいになり、2004年に$216,000で売却してます。2代目のオーナーさんが今度2017年、13年後に$273,500で売っていて、で、今回2019年の8月にここのオーナーさんになった方がこの物件を$308,000で購入してきました。まあ、こんな感じで、過去のその物件がいくらで取引されてきたかっていうのが、オハイオ州では公的な文書として取り扱われるために、郡のオンラインに行くと確認することができます。まあ、これを見ていただくと、物件ってこんな形で値段が上がっていくんだなっていうのが
分かっていただけるんじゃないかと思います。3つ目、節税効果は、岸中さんの前で私が説明するのはちょっと嫌なんですが間違ってたら言ってください。不動産に、投資する、その時の節税効果っていうのは大きく言うと現地では2つあると言われています。1つは減価償却、1つは、売却益キャピタルゲインの納税の繰り延べができることです。減価償却、皆さんもご存知だと思いますけど、例えば工場の、重機とか何か大きいものって買った時何千万何億としますけれども、それを、経費として、勘定するときに、アメリカのお家の場合は、これ38万、30万8000ドルなんですけど、ここに土地 28%、建物 72% ってこう比率を上げたのは、アメリカの場合は建物、このお家の30万8000ドルの 72% 部分が建物 の評価額ですよ、残りが土地ですよっていう風になっていて、その建物部分が、27.5 年で、損益計上できるんですね。損益計上できるってことはどういうことかっていうと、本当は家賃が 28,800 ドルあって、年間の経費が 15,586 円あると、1年の純利益は 18,214 円だから、これって皆さんが給料として 18,214 円もらうと、これに対して税金がかかる。だけれども、不動産の場合は減価償却っていう、本当は手元に残るけど所得計算する上で差し引ける経費というのがあるので、この物件の場合で計算すると8064ドル、 毎年8064ドルは経費で、本当は手元にも残ってるんだけど経費って飛んでいっちゃったよみたいな計算をして差し引いて、1万150ドルに対しての、収入とみなされて、そこに、所得税がかかるみたいな計算がされます。これが1つ目の節税効果です。で、2つ目は、例えば今見てきたように、13年もすると 26.6% も上がるわけじゃないですか。そうすると、駐在の人3人ぐらい入れた時点で、例えば、ちょっとまとまったお金が欲しいとなった時に、もういいから売ろうかっていう考えもあるわけですよね。で、まあ、その時に売ってしまうと、利益が出るわけじゃないですか。買った時から値上がりした値上がり益のところが収入とみなされるので、まあ、そこに、税金がかかるわけですね。その税金の計算は、まあ、岸中さんに説明してもらうとして、それを例えば売らないで、いや別に今いいんだよ、毎月毎月家賃が入ってるだけでそんなまとまったお金が必要ないんだよっていう時に、でも例えばこの地域にはもう駐在員の人が住まなくなっちゃったの、別の地域にもっと新しい住宅たちがついたので、13年後にはダブリンの南の方にはもう駐在員は住んでないよ、もっと北に行っちゃったよってこともありえるわけですね。そしたらここには駐在員がつかないから、じゃあこれは売って、今宮本さんが次の駐在員を入れたこっちに買い替えをしようよってこともありますね。で、その買い替えをした時にこっちも儲かってるわけじゃないですか、 26.6%。 その分について、税金を払わないでいい。なぜならばこれを売った代わりにこれを買うよっていう交換、テンサーティーワンっていうんですけど、1031の制度を使うと、ここでのキャピタルゲインは繰り延べされるんです。で、この物件を持ちました。で、その後また次の物件、次の物件って繰り延べしていくと、最終的にはこのキャピタルゲインの繰り延べは自分の子孫にはいかないので、死んだ時点で帳消しになります。人によっては一番最後の物件をアメリカ国内だったら、例えばフロリダとか、高いところに買って、そこに最終的に自分が住んでもいいわけです。一番最後の物件はもうリタイアするよって言って、海沿いのお家に、繰り延べで買ってもらって、最後にそこで住み、ほっくり来ました。
って言うと、この繰り延べていったキャピタルゲインはなし。で、まあ、でもお家自体は残りますので、あの子孫の子供たちが、ありがとう、お父さん、こんな大きいお家残してくれてって言って、まあ、住んでもいいですし、そこで売ってもいいけれども、そのキャピタルゲインは子供にはいかないんですよね、岸中さん。はい、まあ、詳しいことはまた実際にあの岸中さんを通してご紹介いただくあの税理士の方にあの聞いてください。じゃあなんかさっきも言ってましたけど、家賃は上がるし、物件は上がるし、いいことずくめじゃないですか。で、じゃあこの物件ね、毎年 いくらだ、1万8215円手元に利益が残っていくし、持ってたらもっと将来的には高く売れるんだったら買ってみようかな。じゃあ買うのには実際どのくらいお金がかかるのかなっていう話を次にします。物件購入に必要なお金、クロージングの時に必要な金額っていうのを、求めていきたいと思います。実際にこの物件でね、頭金を 25% 置いて 3.75% の30年のローンを組んだ場合です。実際、投資物件で最低でも 20% の頭金を置くと、アメリカに収入がある人には住宅ローンで投資物件が買えます。この場合は、25% 置いての計算をしました。20% 置くのと 25% 置くのどっちがどう違うのっていうと、利息が下がります。なので 25% 置いて 3.75 の30年のローンを組んだ場合の計算で、ご紹介します。購入金額の 25% が、30万8000ドルなので7万7000ドルになります。入居前の工事費用1010ドルかかりました。これは家のインスペクション代が確か500ドルか450ドルかかってて、残りの600ドル程度は、テナントさんが、天井に、照明がついてなかったので、そこに照明をつけてくださいって言った費用だったと思います。で、この1010ドルをかけて、でクロージング費用っていうのがローンを組むと、かかる金額です。でこれの7524っていう金額は、詳細は実際にあのご興味があれば説明させていただきます。でクロージングの時って、固定資産税のクレジットが必ずつきます。固定資産税のクレジットってどういうことでしたっけ、覚えてます？来年のその資産税に対して現在徴収するとか、はい、はい、そうです。オハイオ州では、その年にかかった固定資産税を翌年の1月と7月に半額ずつ支払うっていう形になっているので、お家を売ろうと思うと、その年の、クロージングまでの固定資産税は売り主の負担になる。でもその売り主の負担なので、クロージングの時に、買い手さんに先にお渡しして、で買い手さんに翌年の1月になったら7月になったら払っといてねっていう形になっているので、固定資産税のクレジットっていうものがあります。でそれで、計算していくと、7万7000ドルと1010ドルと7524ドルかかって、そこから、固定資産税のクレジットが4920ドルありますので、8万614ドルということになります。で、実際にでもローンを組んでいるので、ローンの支払いというものが発生します。でローンの支払いっていうのを、25% 置いた残りの 75% を 3.75 の30年ローンで支払っていくと、年間のローンの返済額が 12,828 ドルになります。そうすると家賃から経費を引いて、さらにローンの返済額を引くと 5,386 ドルが残ります。これが手元に残る現金になります。5,386 ドルどういうお金なのかというと、
クロージングの時に物件を買うのに8万614円持って行っていますので、その8万614円を例えば銀行に預けて毎年毎年5386ドルの利息をもらっているような、そんな計算になります。これを計算してみるとだいたい 6.68% の利息がつく預金に預けているような計算になります。それからさっき言ったように物件っていうのはそれ自体が値上がりをしていきます。なので売却益も考慮してみましょうと。で、今まで見てきた過去の取引だと1985年で13万200ドルだったものが2004年で21万6000、2017年には27万3500ドル、それから2年後に30万8000ドルになっていると。じゃあ例えば、13年駐在員の方に貸してきました。で、空き家になったと、帰りますって言われたタイミングで、いやそろそろもういいかなって言って売却したとします。で、まあ、この中のその物件ってね、アメリカの場合7年から10年で一巡りって言われていて、こういうふうに上がったり下がったりしながら全体的には右肩上がりに上がっていくって言われています。株式と同じような感じだと思います。なのでどこのタイミングで売ったり買ったりするかによって上下の誤差はありますけれども、長期で見ると右肩上がりで上がっていくという形になるので、まあここの中の 26.6 っていうのを取り上げて計算をしているわけですけれども、30万8000ドルで買った家が 26.6% 上がって それっていくらなのかというと8万1928ドルになり、で毎年毎年、家賃収入から出てくる、手元に残る利益の5386ドルを13年間もらったとして計算すると15万1946ドル。つまり、もともとの元では8万614円だったものが、この13年間で15万1946ドル稼ぎ出してくれましたよ、という計算になっています。ただ、ここには、例えば、修繕経費が入っていない、ネガティブなことを言うならば。ただ、同時に、ポジティブなことを言うと、家賃の値上がり分は計上されていません。で、私が経験してきた中で言いますと、2011年にリアルターになった時には某会社の、家賃補助っていうのは1650ドルでした。それが2019年現在では2200ドルになっています。つまり8年間で 33% ぐらい上昇していますので、同じようにこのお家今2400ドルで貸していますけれども、13年後にはやっぱり2400ドルのままではなくて、もっと上がった値段で貸していることになっているでしょう。で、具体的には例えばこのお家を持っていることによってどんな経費がかかってくるかというと、修繕費用、それからもし売却するとなると売却した時の売却額の大体 9% ぐらいが、売却の費用としてかかっています。ここまでで皆さん、何か質問ありますか？じゃあこのセミナーを始める前に皆さんからいただいていた質問に答えていき、その後にここにいらっしゃる皆さんにもしさらに詳しい質問があればお答えしていきたいと思います。なぜ駐在員の今がチャンスなのかというと、駐在の皆さんは家のローンを利用して物件を購入することができるからです。実際に皆さんのように駐在している間に1軒ご購入されて、日本にご帰国された方、お客さんの中におられます。帰った後、宮本さん、やっぱり本当に家賃って上がるんだね、値段も僕たち買った時より随分上がったよね、もう1軒買いたいんだけどさ、連絡があります。でもその方たちは今アメリカには収入がないために
アメリカのローンが限られません。つまり、ごめんね村岡さん、あのさ、全部現金だったらもう一軒買えるんだけどね、それはちょっと厳しいかなっていう会話を何度もします。今日本の銀行も変わってきていて、カリフォルニアとハワイの物件に関しては日本の日本保証というところが保証をつけてくれて、アメリカの物件であってもなんと 2.8% の利息でお家を貸してくれるんです。なので私も何を今しているかというと、日本に出張で帰るたびに日本保証さんと面談をさせていただいています。日本保証さんとしては日本国内にアパートの貸し付けで1500万円保証している物件があるそうで、それが皆さんもご存知のようにそんなにうまくいっているわけではないので貸し替えをしたくて、なのでできればこのオハイオ州で私がしている活動もご存知で、オハイオやそれから他の州でも貸したいと思っておられます。保証をつけたいと思っています。でも日本保証さんは保証をつけるだけで自分たちは銀行ではないので、具体的に私たちのお客さんである銀行が、カリフォルニアだけじゃなくてオハイオの物件にも貸し付けをするよって言ってくれないと貸し付けが始められないんだよねっていう状態にあります。なのでこのまま続けて私も日本保証さんとは関係を続けていきたいと思っていますので、カリフォルニアが2.8% でやり始めたのが香川銀行かなんかで、それも始まったの去年なんですよね。それの前は、ハワイだけだったので、そんな風に見ていくとこう世の中の兆しっていうか動きからしてみると、おそらくいずれは日本でも、融資を使ってアメリカの物件が買えるような時代が来るかもしれない。ただ今のところアメリカに住んでいて働いていて収入があってソーシャルセキュリティ番号があるっていうことが、アメリカの銀行のオハイオ州の物件をローンで借りるための規則になっていますので、なんで駐在員の今がチャンスなのかっていうと、日本に帰ってしまった今の段階では日本に帰ってしまうと融資を利用して物件を買うことができないので、全額丸々、買って寝かすお金を作んなきゃならないっていうことが、不利になるからです。さっきのところで言わなかったんですけど、あともっともっと不動産投資ってことに焦点を当てると、不動産とかをなんで購入する利益があるかというと、株式とか貯金だとその 全額を置いとかなきゃならないわけですよね。株式もそれを抜いちゃったらそこには利益が生まれない。だけど不動産だけ唯一そのさっきの物件だって30万8000ドルという金額じゃなくて、8万ドルというその一部の金額の自己資金だけで、銀行が貸してくれたお金で投資をし、それが上がりそこから家賃収入を得られるっていうところが不動産投資の一つの醍醐味であるので、そういう意味では融資が受けられる受けられないっていうのは大きなポイントです。じゃあ利益はどのくらいっていうのは、さっき紹介させて一件の物件で紹介させていただきました。あと具体的に今まで、駐在の方が入っていった物件っていうのが何件もあるんですけど、そのうちの実金のところを資料に作ってます。それ皆さんにもうお渡ししてあるのかな。それを見ていただければ具体的にそれぞれの物件がいくら利益があったっていうのが分かっていただけると思います。初期費用はいくら必要なのっていうところに関しても、先ほどの物件で説明してさせていただいたように、基本的には 20% 以上の頭金とクロージング費用と、テナントさんにお約束した入居する前の工事費用っていうのがかかってき、そこから、そのクロージングのタイミングでその固定資産がどのくらいクレジットがあるかは変わってくるんですけれども、ああいうような費用でローンを組んで物件を購入するということができます。
ローンの支払いってクロージングした月に支払いは発生しなくて、その次の月もお休みで3ヶ月目からなんですよね。なので例えば今1月がクロージングで、今日クロージングを迎えました。1週間後にクリーニングを終えてテナントさんが、入居します。そうするとその前に、賃貸ですので保証金で1ヶ月分の家賃の2400ドルと、日割り計算の1月21日から31日までの家賃と2月分の家賃を4800ドル、5000ドルぐらいのものをまず入金してもらうわけです。で、それ1月ね。で、2月は支払いが発生しなくて、3月から支払いが発生しますので、支払い1081でしたっけね。そんな感じなので、テナントさんが先に入ることが決まってるっていう物件は、そういう意味でも、キャッシュフローの意味でも、最初の購入金額は必要になりますけど、次のローンの支払いからは先にお金が入ってきて後からお金が出ていくみたいな格好になっています。じゃあお家はどうやって選ぶの？はい、お家は基本的に私たちの場合テナントさんに選んでいただいています。大家さんによっては僕が先に選んだ物件を宮本さんに聞くから、これってテナントさん付きそうなの？みたいにして買いたいんだよっておっしゃる方もいます。でも私1軒目はそれは許してません。なんでですか？いやこれ俺いつかまた駐在で帰ってきた時、いやもしかしたらこっちで現地採用もあるかもしれないし、ここ住みたいからここきっと駐在員つくよね宮本さんって言って買いたいっていう人いるし、実際に買っていただいた方もいらっしゃるんですよね。でも駐在員って正直言っていつ来るかわかんないんです。あと地元の大家さんに宮本さんとこ駐在員いっぱい来るから、これって何ヶ月何日で貸せるのってよくおっしゃるんですけど、うちも毎年毎年統計取ってます。1月に何人の駐在の方入れた、2月にっていうの、もうね毎年全然違います。基本的には 2,3,4,5 が繁忙期です。で時には6、7、8月まで全然忙しくて、なんで今頃家探ししてるんですかって言ったら、いや2度目の駐在だから自分で家探しできるかと思ったら全然なくてさ、しょうがないから宮本さんに連絡したんだよみたいな、夏になってから入る方もおられて、やっぱり1つ目の物件って月々の支払いがあるから、これでテナントさんつかないと1081ですか、自分自腹から出ていくんですよね。そうすると、まあ、1ヶ月で、ね、やっと決まりましたよだったらいいですけど、これ2ヶ月、3ヶ月ってなっていくと、やっぱりものすごく不安になるはずなんです。なので、もうものすごくたくさん自己資本が、資金があって、もうこのお金どうやって使っていいかわからないぐらいあるからさ、何でもいいから買ってちょうだいっていうなら別ですけど、基本的には、私はだいたい4件目ぐらいまではこちらでテナントさんが決まった物件をご紹介するので、それを買っていってくださいって言います。どうしてですか？どうして4件目からいいですか？どうして？さっき言ったように駐在員の方って3年から5年はいるので、例えば1年で1件買っていくっていう親さんいらっしゃるんですけど、駐在員入った状態で2件目、3件目、4件目ってなると、どこかで1人例えば帰国が決まりましたって出たとしても4つが全部空き家になることないんですよね。1件そうすると4つの支払いが発生していて4つの収入がある中、1つの収入がなくなったとしても、この3件からの収入で4つの支払いは賄えるんです。そうなると別に1つ空き家が出てその次のテナントさんを探すっていうタイミングが来たとしてもあんまり焦らない。そのくらいになったら、もうちょっと自由をさせてあげられますけれども、基本的には、どんなに僕ずっと、何件もやってきたっていう大家さんですら空き家になると本当に飽きことなんてなっ
次は誰が入ってくるんだって連絡来ます。でも駐在員の人は会社から送られてくる人だし、たまたまこのお家がものすごくいいお家だとしても、次に入ってくる駐在員の人が、あ、来ました、あ、でもね、単身なんですよ、こんな大きいお家いらないんですよ、だったりとか、あ、来ました、でもね、ここってコロンバスダックなんですよね、お子さんが小さかったらここいいんですけどね、スーパーも近くて、でもね、あのスコティッシュコーナーに通いたいって言ってるんですよ、みたいな感じで、誰がどういう物件を選ぶか分かっていないので、4件ぐらいすれば自由に選ばさせてあげますけど、基本的には1件目、2件目、3件目は駐在員の人が決まった物件を選んでほしいと思います、安心のためで、物件の管理はどうすればいいの、はい、あの自分でされている方もおられます。でも私たちもしています。自分でするといいことは、私たちにお金がかからないので、自分がここにいる間はさせてくださいっていう方もおられます。それは全然あの構わないです。ただ日本人ってどうしても弱いっていうか、お客さんっていうイメージがあるので、テナントさんに対して、例えばこういうことが起こった時に、こういう場面がありますよっていうのは、例えばね、いや年末天助でいっぱい買い物をしました、でもあの会社がお休みだったので長期の休暇に出ました、帰ってきてみたら冷蔵庫が壊れてるんだよねって言って、そのテナントさんが大家さんに500ドル請求してきました、どうしたらいいですか、大家さんの責任ですか、食材の500ドル、どうしますか、どういうふうにテナントさんに返事します、500ドル返してくださいよ、この冷蔵庫壊れちゃったじゃないですか、契約するときにどこまでそんな細かい話してるか言えると思うんですけど、賃貸契約書は私たちの方で用意してます。なのでそこにあの大家さんのレスポンシビリティ、テナントさんのレスポンシビリティって書いてあるんですけど、大家さんの責任ってテナントさんが健やかに過ごせる住居環境を整えるってことが基本です。だからもちろん壊れちゃった冷蔵庫を直すのは大家さんの責任。でもね、食材はテナントさんが買ったもので、大家さんもわざと壊したわけじゃないので、その500ドル申し訳ないけど、大家さんが返すものじゃないですよ。でも、お互いに日本人同士だと、いや、宮本さん、それに言いにくいんだよね。代わりに言ってくれない。もちろん言ってあげますよ。で、まあ、私たちは仲介したと思っていますから、そのために皆さんにレンターズインシュランスに入ってくださいって言いませんでしたかっていう話になるんですね。お家の中に何か損害があったときに、それを自分の家財に対して入るのがレンターズインシュランスなので、自分の例えば、スーツケースとか、それからソファーとかもそうですけど、自分が買った食材も自分の資材ですよね。なのでもし冷蔵庫が壊れてしまったことで冷蔵庫の中の何かが腐ってしまったら、それはレンターズインシュランスの保証の範囲なんです。ただ大抵レンターズインシュランスってそんなに高く入っあのプレミアム払いたくがないために、ディダクタブルって言って、どこどこまでは自分負担ですよっていうの設定されてると思うんですね。車の保険と一緒ですよね。そうするとそれって大体500ドルぐらいなので、まあこれがなんかあのキャビアとかいっぱい買って1000ドル2000ドルってなれば別かもしれないですけど、こうレンターズインシュランスに出したところでちょうど500と500だからトントンでゼロねみたいな話ですけど、私にお願いされればテナントさんにはそういう説明の仕方があります、はい。で、2通りあって、自分がいる間は自分結構あの直したりとかするのも好きだし、経費かけたくないし、利益多い方がいいからって言って自分で直す大家さんもおられますし、いやそうじゃなくて、もうそもそも自分があの大家さんっていうことを知らせたくないので、例えば妻の名前とか、それから会社の名前とかで大家さん業をやりたいよ、だから僕の名前は一切出さないで、でテナントさんに対しては宮本さんが全部やってねっていうパターンもあります。で、帰国後、はい、帰国後はそんな感じで物件は私たちの方と管理します。
また、税金の申請とか税金とかの支払いとかもあると思いますので、その方によりますけれども、基本的には、家の管理に関しては私たちが見ていくっていう形で皆さん帰国されています。で、帰国した後に、修理が発生した時、私たちが修理の手配をしますし、支払いもここから口座から払ってくださいねっていう家賃を受け取る口座のチェックをもらったりとかして、私たちが代替で支払いをしたりとか、それから固定資産税はローンが組まれていると、固定資産税の中から毎月のローンの支払いから積み立てで返済されるし、保険の方もそうなるので、そこから自動的に支払いされていく形になります。で、このローンの支払いが終わっちゃった方に関しては、固定資産税の請求を私たちのオフィスにしてもらって、私たちが海外で払ったりとかっていうふうに、すべてを賄っています。それから、この商売を始めて、ある時、ある大家さんが、あきこがいてくれて本当によかった。私はこれで将来の、リタイアメントプランができたっていうお家を10軒買った大家さんがいるんですね。毎物件から2000ドルぐらい入ってきていますから、まあ、お医者さんなんですけど、お医者さんで、本当はもう一委員やろうかなって考えてたんです。もう一委員やろうかなっていうところでちょうど私と出会って、であきこもう一つ分院やった時には日本人に上手にマーケティングしてねって言われてたんです。でも私がこの、賃貸物件を購入するというお手伝いをしていることを知って、ああ私買うわって言って1軒2軒3軒ぐらい買ったところで、あきこもう私分院やらないって言い始めました。で毎物件から2000、2000、2000、6000ドル入ってくるってことは、まあ、そこそこリタイアした時って月にいくらあれば生きていかれますかね。子どもの学費もなく、ローンも支払い終わって、自分の本当の夫婦だけの3000ドルぐらいですよね。そんなにお金かかんないじゃないですか。だから3000ドルぐらいあればよくて、まあこの人お医者さんだったのかもしれないですけど、6000ドルできたところで、あこれでもう住んでいかれるなって彼女は目算ができたみたいで、もちろんもう一つ分院をやったら6000ドル以上の収入が私に来るけれども、だけどそこをね経営するのには社員とかもっと別のお医者さんとかを雇っていかなきゃなんないと。でそれもうまくいくか分かんないっていうんだったら、このままそこにつぎ込もうと思ってた資金をこのまま駐在向けの、お家を買っていくよって言って今受験も渡れています。でその途中で、あきこ本当にありがとう、もうこれで私はリタイアメントが決まりました、まあ、ご主人ともずいぶん前に別れてシングルマザーで一人でやってきたので彼女としては将来心配だと思いますね。でそういうふうに言ってもらえて私も涙が垂れるほど嬉しかったです。あ誰かの人生変えちゃったんだと思ったんですけど、でもと同時にね、その人と私って10歳ぐらいしか違わないわけじゃないですか。でこの仕組みって私がいるから成り立てたんです。その当時一人でやったので、で私リタイアしたらこの人のリタイア終わっちゃうんだなと思って、ものすごくうわ責任重いと思いました。それ結構昔の時期にありで、そうやって1年ごとに1件ずつ買ってくれる親さんって割と多いので、それで私が死んじゃうと終わっちゃうプランじゃ、そんな老後のために買いなさいって言ってる私ものすごく無責任だなということが分かったので、はい、今のように、組織にして、私が死んだ後も私がリタイアした後も会社として駐在の方にこういうふうに賃貸物件をご紹介するという、仕組みを残していこうと思いました。でおかげさまで、多くの日系企業の方から喜んでいただき、今までコロンバスオハイオばっかりやってたんですけど、また社員も育ってくれましたので、オハイオ州もコロンバスの周辺だけではなくて、デイトンであったりとか、他の地域からお声がかかった時にも対応できるようになりました。そればかりか他州からも、宮本さんうちの会社ってこっちにもあるんだけどこっちもやってくれるのっていう声がかかるようになりましたので、他の州でも同じように、こういう投資物件を扱うことになりました。
オハイオ州は皆さんここにいるし、実際にじゃあ物件買おうと思った時に見に行かれるから一番安心だと思うんですけども、一つだけネックは固定資産税がものすごく他の州に比べて高いんです。ということは自分の利益の方が固定資産税で取られていってしまうので、リターンとしては実はそんなに高い地域ではないかもしれないです。あのニューヨークとか、ね、カリフォルニアとかはもうキャッシュフロー全然出ません。あの中西部それから南部じゃないとこうやって、何ローンを組んで、支払いをした後に手元にキャッシュが残るっていう状況ではもうなくなっています。でも割とこうやって、工場があるような地域ってまだまだ全米でも他の地域もあって、ここだけじゃなくて駐在員が来るんですって言った時に賃貸物件がないんですよって地域割とボロ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 あることがこれをやり始めてよく分かりました。他の州でも同じようなシステムをやっていかれるように、また投資を始めた皆さんがここで上がったから売ろうよって言った瞬間に売ろうよってタイミングっていうことは買おうよっていうタイミングの時じゃないってことじゃないですか。そこの州はで売ろうよって来た時に、だけどもこのままお金寝てたいんだよね、他に投資したいんだよねって言った時に、いやこっちの州はね今買い取りどこなんですよっていうものが増やせた方が本当に投資家の皆さんにとっては私たちがちゃんとビジネスをしているってことになるんではないかなと思いますし、ここの州で喜んでもらっているあの賃貸物件の安定的供給は他の州でもやりたいと思いますので、こんな形で今私たち、多くの投資家の人を募ってるっていうのはこれからも拡大してやっていきたいと思っているからです。今日は忙しいところあの土曜日だというのに来ていただきありがとうございました。あの残りの時間はあのもしあの質問が個人的にあったらあの来ていただければお答えすることができますし、皆さんの前であのこんな質問があるんですけどという方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、一つは、俺とその駐在員、まあ、1900年まで住むために購入していたのが、はい、禁止されたっていうことをおっしゃったのが、はいはい、会社によってだと思います。はい、リーマンショック、買ったのに、リーマンショックの時に売れなくなっちゃって、何でも、ね、そのさんしたってことがあるんですか。最初の時期じゃないですか。これをやめた、あの、はい、一応なったことあるんですか。あの物件もさっき言ったように7年から10年で上がったり下がったりするわけなんです。下がる局面ってどういう時かっていうと、リーマンショックでした、リーマンショックになっちゃいましたっていうと、その局面で、オハイオではどういうことが起こったかっていうと、そもそもリーマンショックってなぜ起こったかっていうと、土地がどん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 上がっていく、物件が上がっていく、だから人口もいい気になって、あ、このうち今20万ドルですよ、20万ドルなんだけど20万ドル貸しちゃったんですよね。本当だったら20万ドルだったら 20% 頭金置いてもらって 80% のいくら16万ドル、16万ドルの借り入れで20万円物件買ってもらっていれば、2万ショップのでトータルで 10% ぐらいしか落ちてないんで、20万で、買いました、リーマンショックが起こりました、この家19万じゃないと売れなくなりましたって言った時に、18万しか借りてなければ別にいいんですよ。だってそれで、あ、転勤になっちゃいましたって言った時に、20万で買ったけど19万で売れると、そうすると18万あの返済が残ってるから1万ドルはあるじゃないですか。それをあの時は20万ドルだって言ったのに20万ドル銀行が貸しちゃったんですね。そうすると20万ドル借り入れしているのに19万ドルになった瞬間、1万ドル例えば明日引っ越さなきゃいけなかった時にこのクロージングを迎えるのに、自分で手持ちで1万ドル持っていかないとこの物件を売れないっていう状況に陥ってしまったので、低等物件っていうのがガタ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 って増えてしまった。はい、クロージング、そうですね、ものすごく増えました。私がリアルターンになった2011年もフォークロージャー、あの低等物件とかショートセールの物件いっぱいありました。
じゃあその時って家売れないのかっていうと、そんなことはないです。はい、その時もきちんと家売ってきました。なぜかっていうと、家は売る方法があるからです。で、さっき言ったようにリーマンショックのあの時でも 10% しか下がってなかったので、こういうふうに 20%、25% 置いている投資物件自体は借り入れの方が値段より多くなるってことがないので、普通は心配しないでいいわけです。さらにもっと言うならば、その期間売らないで済めばいいですよね。だからテナントさんがその期間出ないでまた上がり戻しをするまで待てればよくて、はい、私が毎日売買取引をして肌で感じたダブリンは2011年の6月にそのリーマンショックの下がりから底値をついてまた上がり始めました。なのでこのタイミングだけ、この数年間だけをテナントさんに貸していられれば、別にその 10% 下がったっていうところを経験しなくていいし、はあ、でもその買う時期もその 10% 下がったって、ここで買ってるのか、ここで買ってるか、ここで買ってるのかによっては 10% って言ったって、その自分が買った時にはもう十分上がってるよっていう時期があります。で、なんで、会社によっては自分の家を買っていけなくなったかっていう話は、何通りかの筋を私は聞いたことがあります。まず一つ目としては、そうやって、駐在で帰る時期っていうのは自分で選べないので、市場がこう下がってる時にここで買ってしまってここで帰りなさいって言われた時に、売り手が見つからないとか、いやその値段で売りたくないよって言った時に、まあ大抵の方は総務に持っていったりとかするわけじゃないですか。そうするとそれは総務の資格じゃないよっていう、でそういうことを言い始めるんだったら、そもそも買うなよっていう風になったっていうのが、多分表向きのお話なんではないかなと思います。はい、駐在が物件を購入する際の、まあ、一般のずっと長く暮らすアメリカでも違う感じで、こちらにいるが、そのローンの率とかは平等なんですか？ローンの率は、一つ、はい、あとその借りる時の条件が変わるわけじゃないですか、帰国するっていうことは、うん、だけど同じように引き続き借り、はい、今の質問は、駐在の方、短期でここにいる人とローカルで長期でいる人では、そのローンの利率が違いますか？それから帰国した時には、今度この自分の立場が違ってしまうんだけど、そのローンはそのままでいいんですか、話ですよね。まず一つ目です。基本的にアメリカのローンは、W2 っていう W2 というに、あの給与所得がある人に関しては、同じ会社に2ヶ月勤めると、ローンが組めるようになります。なのでもう それですらもう短期じゃないですか。なのでその駐在員だから、現地のアメリカ人だからということで、ローンの違いはありません。ローンの利率はどこで変わるかというと、その人のクレジットのヒストリーです。だから自分が例えばクレジットが800あるのか、それとも680なのかによって、ローンの利率はそこで変わります。それから短い人だとやっぱり、うん、そうですね、来たばっかりだとそもそもクレジットヒストリーがなかったりしますよね、はい、だとするとまずクレジットヒストリーというものを作らなきゃならないので、それに関しては銀行の人が、それをこういうことをしてください、ああいうことをしてくださいみたいな相談に乗ってくれるところもありますので、もしそこが必要だったら言ってください。それから帰国した時どうなるかっていうと、ローンはそもそもクロージングの時点でしかその人は見ていません。銀行の、ファンクションってこっちから見ると、どっかの銀行がお金を貸してくれて住宅のローンを組んでて、向こうはずっとこっちを見てるように勘違いしますけど、そんなこと全くありません。住宅のローンってその瞬間そこの銀行がこの人にローンをつけようかなって言って、つけてクロージング終わった後はその負債自体は他のところにも売られてます。その銀行が持ってるってことはめったにないです。持ってるとするとかなりのいい乗客さんのはずです。
その銀行がその人をずっと見ていきたいと思わない限り、住宅ローンはそこの銀行は持ちません。で、そのいくらっていうあの負債額を、100なりとかってまとめて他の機関に売ります。で、売った後別の銀行から手紙が来て、このローンの返済先はうちになりましたよみたいな感じで、だいたい2ヶ月後なんですけど、これからはうちの銀行に返済してくださいねっていうと、その銀行はその、負債を買った機関から雇われて、その人が返済してくれてますよっていう受け取りをする、役割をするものをこう外注で受けたみたいな銀行で、つまり、ローンが決まってクロージングしてしまった後は、あの野となれ山となれなんです実は。だから関係ない。はい、他にはありますか。クロージングするデートまで、はい、あのこっちに言えばいい、それとも、はい、その期間、はい、例えば来月からあの帰ります、はい、それは分かってるけども、はい、言わない。ローンが降りるってことは、そのローンの根拠になる、収入がどこの会社から来ていますかってことになるんですね。なので、ローンが降りるクロージングの1週間から10日前に自分の、会社に電話がかかってきます。何々さんっていう方、お宅に働いていますか？ Yes。 今その方このポジションにいますか？ Yes。 これを言ってほしいんです。これを言ってくれる人が会社に用意できるんだったら、日本に帰ってる帰ってないは関係ないですね。でもクロージングするときって、サインするドキュメントがあるので、それ自体は日本でクロージングしようと思ってもできます。はい、実際にこちらで駐在期間中に購入されて、宮本さんクロージングの日さ、俺さ日本出張中なんだよって言ってくる方います。そういうときは日本でクロージングができる手配ができるので、日本でクロージングしてもらってっていうことはできます。つまりさっき言ったイエスイエスって言ってくれる人を残していってくれれば、実は本格しちゃってるんだけど、クロージングだけはそこで賄うってこともやったことがあります。例えば期間だと中大の期間に決まってて、12月31日がもう終わり、はい、それまでにクロージングデートしてれば、はい、その後は関係ないです。はい、はい、他にありますか。銀行って開設して、銀行開設する必要があるか、はい、銀行って皆さんどこの銀行を使ってますかね。会社の銀行だ。あのいろんな銀行があって、あの何が得意か違うんですよね。でよくあのチェイスとかいっぱいあの ATM があって使うのには便利かもしれないですけど、あそこの銀行ってあの家のローンやりますけど、ものすごく下手です。でクロージングの日を迎えて、えまだ何もやってないのとかっていうことがよくあり、チェイスの中でも数人のレンディングオフィサーは仕事ができますけど、それ以外の人はもうダメ。なんでかっていうと、チェイスって銀行 M&A でどんどん買っていって、その期間の中にここの銀行たまたまあの家のローンやってたよねっていうのを買ったから引き継いだ業務みたいなやり方をしてて、家のローンはあんまり得意じゃないです。なのでオファーをかけるときに、私たちだとプロのリアルターはそのオファーの中にどこの銀行のローンを融資を受けてこの家を買いますかっていうのまで見ます。あーチェイスこの人クロージングしないからダメ、こっちのオファー取ろうみたいなことをします。反対から言うと、私たちの方でもし興味があるって言っていただければ、過去に私たちのお客さんが使ってきて私たちもいいなと思う銀行を2、3とご紹介するので、どこがいいかそれぞれ電話してみて、利率が低いところ高いところ、それからその相手と気が合うとか合わないとかあるはずなので、自分で気に入ったところを私たちが紹介する中から選んでいただければいいと思います。ちなみに私たちが、DMAX から KW に移ってきた一つの理由が、KW っていうのはもともと私たちみたいなリアルエステートエージェントが皆さんによりよくサービスができて、たくさんのお家が売れるように金融機関も持ってます。で、普通の銀行っていうのは、融資をするときに
借りる額の 1% をオリジネーションフィーって言って、それをネタにしてローンを組むことを商売なりわいにしています。ただ KW の場合はもともと私たちの不動産業者として不動産をやってる会社なので、そのオリジネーションフィーとかいろんな手数料があるんですけど、銀行のそれをチャージしないっていうローンを持ってます。なので、3つの銀行のうちの1つには KW の、 その費用がかかんないですよっていう、銀行っていうかローンの組み方も紹介させてください。でさっき言ったあのクロージング費用って7500ドルがかかってますよね。あれが多分、いろんな費用がなくなると本当は3000ドルぐらいで済むはずなので、はい、住宅ローン17000ドル、ものすごくいい質問ですね、ありがとうございます。日本では住宅ローンは自分が住むお家に関してしか借りられないけれども、アメリカでは投資物件でも借りられるんですか？イエスです。アメリカはこういうふうに計算します。自分の収入額ありますよね、それを月額にしてください。で、月額にしたところから自分の負債額を引きます。例えば車をリースしてます。リースに毎月200ドルかかってます。月額の自分の収入が5000ドルだとします。でも毎月毎月200ドルリースしてますっていうと、5000から200して4800、4800の返済額までローンが組めますよ。あ、違う、間違えた。5000ドルが全額だとすると、5000ドルの4割まで、負債として認められるので、5000ドルの4割ってことは2000ドル。毎月2000ドルだけの返済が認められますよとなります。その2000ドルの返済の中には、車のリースであったりとか、毎月払わなきゃならない負債があった場合は、その全部をまとめて2000ドル、4割ですので、その200ドルのリースがあったら、2000から200引いた1800ドルまでの返済が可能な住宅ローンが組めますよっていう計算になります。なので、さっき言った1年に1軒ずつ買っていく大家さんがいるんですよってどういうことかっていうと、ですよね、日本だったら自分の家だから基本的に住宅ローンって1本しか組めないはずじゃないですか。でもアメリカの場合は自分の収入の月額の4割まで負債返済っていう形になるので、5000ドルだったところが例えば2本賃貸物件があって、ここから2000ドル、ここから2000ドル、4000ドル入りますよっていうと、この5000ドルプラス4000ドル、9000ドルが自分の収入としてみなされるわけです。その9000ドルの4割まで返済が可能なので、そういう意味では家賃収入がきちんと入ってくる物件だと買い増し買い増し買い増しっていうのができるっていうのは、そういうからくり。はい、今の話、はい、アメリカでの収入がないとローン組めない、家賃収入なので、駐在が終わる前に例えば何本も貸してて3本あって6000ドルって言ったら、6000ドルの収入に対して、貸してもらえるので、帰った後もアメリカのローンでもう一回買い増しができる、はい、で4件とか5件とか1年に1件ずつ例えば買ってたとしますよね、まあ、3年に1回でもいいんですけど、でさっき言ったように物件の価格が上がっていくので、そもそもこの物件 A が、1000万円だとします。それを 30% の頭金を置いて7割買ってるってことは、3万ドルはイクイティって言って自分の財産なわけですよね。で、2件目、3件目、これが上がっていくと、このイクイティっていう部分ってもう、資産価値、引く負債、残りは自分の資産勘定できますので、ここに関して今度銀行が住宅ローンとは別にローンを組んでくれる。で、今までだと頭金を貯めないと次の2件目が買えなかったけど、そもそもこの資産が値段が上がっていくことによって、資産として勘定できるものが上がっていくと、そこの頭金自体も銀行が貸してくれるってことができるので、
今度はもう利息のゲームになりますけど、利息も上がったり下がったりするわけです。なので下がった時に、ちょうどこことこことこの資産を合わせるといくらだねって言って、自分の、手持ちの資金じゃなくてここの部分の資産に関して銀行にお金を貸してもらって頭金すら出すっていうような、お金がお金を生んでいきますよっていうのは、そうやって4件5件6件7件ってなっていくと、もう自分とは関係なくその物件自体でお金を借りて物件でお金を返済していくっていう形ができ、まさにそれが資産家の道の始まりですね。あと、さっき、計算したときに家賃収入があって、そこから、費用があって、そこから月々の返済って言いましたけど、この月々の返済もさっき言ったように利息っていうの変わっていくので借り換えっていうことができます。でもさっき言ったようにアメリカに収入があるっていうことをベースにローンっていうのは降りるので、あくまでも駐在期間なり、その物件の収入がいっぱいあるなりしてるときに、今例えば、5% で借りました。で月々1200ドル返してます。だけどニュースを聞くと利息って下がってて、みんな今 3% ぐらいで借りてるみたいだねって言ったら、この住宅ローンを 3% で借り直すってこともできます。で借り直すことによって自分の毎月のキャッシュフローを増やしたりとか、はい、返済をそのまま返済額は一緒にして返済を早めたりとか、そういったようなこともできる。他に何か質問ありますか。キャピタルゲインデータを見るってことがあるって言ってたんですか。はい、そのはい、そのこれ、一般的なデータっていうのはリアルタイムサイトがあるので、そこに行くと大体平均値でこんなに上がってますよっていうのもあるし、一件一件この過去、経ってから今までの間何年に売られていくらで売られてっていうのは、フランクリンカウンティのオーディターサイトっていうところに行っていただくと、後でサイトリンクを送りますので、はあ、そこをクリックしてもらうと出てくるんですよ。いつ誰が誰に言った、いくらで、はあ、あ誰に、はい、あ、自動のデータも少し、はい、あ、はい、ジローのネタ元は、そこの州といつのデータかによって、元ネタの時と元ネタじゃない時があったので、できたら本当にいくらで売られたかはフランクリン君の、データを見た方が、実際に売り手と買い手がそれぞれ署名していくらですって言ったものがそのまま役所に届け出して登録されるので、こっちが正しい。他にありますか。はい、もし皆さんのご質問があれば、ちょっと税金の話を、はい、はい、税金の話をちょっと、はい、ぜひぜひお願いします。そうですね、ちょっとご質問にお答えする前に、簡単に何が起きるかですね。税金というのは管理の一部になりますので、毎年行う必要があるんですけども、まず駐在の方ですと、大体会社の方で、年末調整申告書は手当を会社はされるんですよね。で、前提としては会社が、家を購入、投資物件購入することを、許可とか黙認されているのが、前提で投資が始まるんですけども、で、購入されると、それビジネスという形になりますので、申告書に、毎年このサインをされて、会計士に渡したりとか、で税金の還付があったり、追徴払ったりとかあるんですけども、そこに追加のフォームがつきます。で、皆さんの方からは、例えば宮本さんの方から出てきた収支 の報告書であったり、そういうものを毎年 の会計事務所に出す質問書の中に追加で出して、で最終的には確定申告書の中に一部として出てくるんですね。でそこで税金 の何でしょう、セトルメントと私は呼んでますけども、最終的な支払いとかカウントが決まるんですが、
会社から見るとですね、特に、ネット保証の会社さんですね、中大の方ってそういうところ多いんですけども、自分の給与以外の収入というのは個人で税金を払ってくださいというところがほとんどです。というのが会社は駐在の、まあ、職務に対しての、報酬をこちらで払って税金面倒見てますけれども、それ以外のところで皆さんが上げた利益に対して税金を払う義務はないんですね。ですので日本で受け取られた配当であったり利息であったりとか、こちらで受け取られた、まあ、利益ですよね、賃貸から利益については自分で税金を払うということになりますから、何が起きるかというと確定申告書が終わった後に会社の部分と個人の部分で分けて、精算というのが発生します。なのでそこで皆さんは後で、会社からじゃあ君たちが、賃貸で、稼いだ部分これだけなのでこれだけの税金を会社に戻してくださいということが起きるんですね。ですので、皆さんが物件を購入されて、ビジネス、まあ、賃貸ビジネスをされるということは会社に、まあ、間接的に分かってしまうというのは一つ認識していただきたい。でそれに対する税金もしくは、まあ、あまり損失が発生してほしくないですけども、賃貸ロスが発生したときは逆に還元をもらえたりというのはあります。それがまあ毎年毎年今からですね1月から4月の15日までに、起きますので、まずそこはちょっと理解しておいていただきたいと思いますね。ですので、まあ、できれば、まあ、会社にもちょっとバレずに賃貸ビジネスをやってみたいというのはあるかもしれないですけども、必ずそういう間接的な形で会社の方には何かしら分かってしまうので、そのあたりはまあこの賃貸、まあ、投資を始められる前にちょっとまあ確認されておいた方がいい点ではあります。で私過去15年ぐらい、まあ、日系企業さんの、法人税だったり税金の個人の申告書を担当してますけれども、購入されて何件か実際に、まあ、賃貸出されて、で会社の方で手当てをしている個人の申告書の方でそれも申告してちゃんと税金払っていらっしゃる方もいらっしゃるんですね。でそういうのもありますし、でもう一つお伝えしたいのは、例えば皆さんが働いていらっしゃるシティですね、ダブリンで働いていらっしゃるとダブリンのシティで税金払うんですけども、もし物件が隣のシティにあったりすると申告が隣のシティが必要になります。なのでその分申告する量が増えたり、それに対する経費っていうのはもしかすると皆さん負担になる可能性もありますので、そこもまあそんなに大きくはないですけども経費として考えておいていただく必要がありますというところをちょっとお伝えしたいんです。ですね、ちょっとご質問何かあれば。はい、そうですね、日本のシティがなくなって市が住んだマンションが増えた、その売ったお金を相続に回すことを言ってくるときに、はい、こっちのアメリカでその税金の取得に対しての税金かアメリカっていうのは面白くて、遺産税っていうのは、はい、渡す側が払うんですよね。で日本っていうのはもらう側が払うじゃないですか。なのでアメリカで居住されている方が遺産を受け取られる場合は税金は基本的に払わないんですね。ただ1000万以上、だいたい10万ドル以上になりますと、それを受け取ったっていう方も毎年の確定申告書につけて出す必要はあるので、それはやらないといけないです。ただ税金が発生することはないと思いますね。はい、まあ、日本ではもやらないといけないですけど、日本ではもう、はいはい、はい、そうですね、別々でやれますけれども、まあ、2つ、夫婦合算と個別申告があるんですけれども、合算申告をする方が大体は有利なんですよね。で駐在員の家庭の場合っていうのは大体旦那さんが駐在で来られてて奥様が、仕事を持ってらっしゃる、そういう場合に個別申告すると税金高くなっちゃうんですよ。大体はもう合算申告なので、もうほとんど個別でやってらっしゃるところでほとんど見ないですね。でも可能です。ただ大体あまり結果は良くないという。はい、物件を例えば私働いてないんですけれど、クレディットスコアは長いので高いんで私の名義変えたりとか。それはまあ私というよりは山本さんだと思います。俳優州では、ローンを組むのは収入がある方じゃないとローンは組めないんです。だけどその物件を誰の所有にするかっていうと
奥さんにすることもできれば、旦那さんにすることもできれば、両面にすることもできます。ただし、オハイオ州はアメリカ50州の中では唯一残された最後の8州と言われていて、例えば旦那さんが奥さんに内緒で物件買っちゃいました。はい。その時奥さんと旦那さん結婚してました。やがて仲が悪くなり離婚してしましたって言った時に、この結婚しているところで買った物件ってその時の伴侶に半分以上利益があるんです。てか所属権があるんです。なので離婚する時にそれを私の物件よって言い出すことができて、はい、そういう意味では誰の名前で登記していたとしても結婚しているということ自体で、それが関係離婚しなければ別にだからどうってことはないかもしれないですけども、旦那さんにも、権利がある、はい、例えば会社では認められてない、はい、それを例えば、はいはい、支払いもちろん、お父さんの収入とか、はいはいはい、はい、でも結局、その多分それ、税金に関係してるんですけど、奥様は、旦那さんが会社でダメって言われてて、奥さんで買っても、結局、申告書、合算申告する、その中に振り込まないといけないので、バレちゃうんですよね。だから、そういう意味では、もう本当に旦那さんの会社のポリシーがどうなってるかをフォローしないと、面倒くさい。それはなんでって突っ込まれた時に厳しいんですよね。っていうのが会社の税金の負担を増やすことで、それってやっぱり会社としてはなんでなのか、でやっぱりそのポリシー話してることをバレちゃうとなかなか厳しい。なので税金に関しては、なんでしょうね、もうすでに会社の方で使ってらっしゃる会計事務所があったりするので、あまりこう私の方に直接ではないんですけれども、一般的なお話であったりとか、そういうことができますので、また宮本さんの方にご連絡いただければ、簡単なことはまとめてしまいます。ありがとうございます。はい、他に何か質問ありますか？実際に、駐在員の方でご購入されで、その後アメリカに収入が残ってしまうじゃないですか。で、その、アメリカでの収入の申告が、会計事務所でどのくらいかかってるかっていうと、だいたい個人で$350-$400年間に1年に1回で、会社に登記すると会社でっていうことができるので、会社で登記した場合が450-600ぐらいだったと思います。それはどうなんですか？個人で購入されます、登記を会社に変えました、こっちにいる間にで日本に帰りますでなった時には、法人の会社形態どうするか、ただ、なかなかわざわざ一軒一軒の会社の方につけてあるのではないです。私は見たことあるのは基本的にもう個人所有で日本に帰られて、日本から米国に帰られて、ただ、それもそんなに今は日本で何でもできるので、特に難しい、うん、そうですね。中には会社にはっていうことじゃなくて、自分が駐在員の立場で入ったテナントさんが客先だったりとかするので、僕の名前出ない方がいいんですけどって言って、LLC を建てられて、で、セントルくらいで普通に会社って建てられ登記できるので、その物件自体を会社の所有にして、その会社の名前で賃貸されているっていう駐在員の方はおられます。そうするとそのこっち自体収入が会社に入ってくることになるので、会社の、だから個人に、でもその後の収入が個人に向くか。申告はエプリシだと一緒です。そうです。この辺はまたちょっと細かい。うん。はあ、みたいなそんな形を取られている方もおられるので、具体的に考えられていて、それで何かここがこうネックなんですよねっていうものがあるのであれば、喜んで個別面談させていただきますので言ってください。いいですかね。はい。じゃあ本日は本当に土曜日お休みのお忙しい中
越しいただきましてありがとうございました。アンケート用紙も用意してます。そんな細かく書いてくれなくても大丈夫ですけど、もし良かったとか悪かったとか、こういう風にしてくれたらいいのにとか、ここが良かったよっていうのが教えていただけると、私たちも今後このセミナー月に1回続けていきたいと思っています。なのでより良いものにしていきたいと思いますし、皆さんがまた次回その次って来られるようなものにしていかれればもっともっといいのかなと思っていますので、反対に今回は良かった、総論としては分かったよ、次はこういうとこやってくれるみたいなのがあったら、それにもお答えしていきたいと思っています。反対にあれですね、岸中さんみたいな方たちに、じゃあ実際に買った後はこういうプロセスがあるんですよみたいな会があってもいいのかもしれないですし、そういう意味では、本当に話すこといっぱいあるので、今回は本当に本当に大枠こんな形で流れているんですよっていうのをご説明させていただきました。実際にはお家を買うっていうプロセスはどんなプロセスを踏むのとかいうことも興味があるかもしれないですし、家の検査ってどんなことするのっていうのもあるかもしれないですし、いろいろな家の購入とか所有とか賃貸した後にどんな問題が起こるのみたいなことももしかしたら興味があるかもしれません。いくらでもできることならば情報としてはお伝えしたいと思っていますので、そういうことも含めてリクエストいただければ、この後もいろいろな勉強会を続けてしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。毎月、第2土曜日です、第2土曜日の、正午から2時というのはこれからも続けていくと思いますので、もし今回参加されて面白かったなと思っていただければ、他にご興味がありそうな方があればぜひ教えてあげてください。実際に大家さんになった方は、毎月火曜日だ、第1火曜日の午後5時半から6時半で、大家さんになってくれた人、もしくは大家さんになりたい人でもいいんですけど、に具体的に大家さんになった後の勉強会をしてます。例えばテナントさんからこういうこと言われたけどどうしたらいいんですかとか、こういうのって大家さんの責任なの、テナントさんの責任なのみたいなことを、この前は弁護士さんに来てもらって話をしました。家を購入するときのインスペクションをする人が家の話を来月はしに行きます。そんな形でやってますので、そっちは英語でなりますけど英語の勉強にもなるので、よかったらそっちも参加してみてください。ありがとうございました。